ルーム始めるぞ。先生、ひかりちゃんは今日休みですか？あれ？来てないのか。学校には連絡来てないぞ。でもおかしくないですか？無遅刻無欠席のひかりちゃんが、何も連絡もよこさず欠席だなんて。確かにそうだな。よし、後で先生が家に連絡してみるよ。はい、お願いします。なあ、やっぱあいつ、怪しいって。怪しいって、誰が？俺らの新しい担任の先生だよ。ああ、佐藤先生のことか。でもあの人、明るくて、優しいし、頭も良くて、いい先生じゃない。みんなからも信頼されてるし。なんか、それが逆に怪しくてさ。実は俺見ちゃったんだよ。あいつ、この前まで、学校の屋上で、よく光と、話してたんだよ。ん？ただの相談じゃないかな？たけしくん、考えすぎだよ。よくわかんねえけど、なんか、不気味なんだよあいつ。お前ら、まだいたのか、何やってるんだ？あ、佐藤先生、すみません。こいつ、まさか、盗聴されてたのか？タイミングがおかしすぎる。どこだ、どこにある？あそこなら仕掛けられそうだ。じゃあ、私たちはこれで失礼します。おう、気をつけて帰るんだぞ。俺たちは、その場から逃げるように、立ち去った。仕方ないな。たけし。次の日の朝、先生、生徒が朝礼中に俺は抜け出し、教室のスピーカーを調べていた。やっぱりあった、クソが。おい。ダメじゃないか、そんなところに乗っちゃ。みんな体育館で朝礼中だぞ。何してるんだ？いや、別に。何にも。はははは。は何を怯えてるんだよ。たけし、いいぞ。言いたいこと言ってみな。誰もいないんだから。お前、光を殺したろ？ああ、あいつなら今、天国で幸せにしてるんじゃないかな。ふざけるな。人を殺しておいて何を言ってるんだよ。てか、何持ってんだよ。それ。お前は、知らなきゃいいことをちょっとした好奇心で知ってしまった。バカな男だ。あ、そうだ。俺がお前のことも幸せにしてやるよ。うわ、来るな。うわぁ。痛え、足が。何をするんだ。たけし、さつき以外の誰かにこのことはなしたりしたか？お前、さつきに何かしたら、ただじゃおかないぞ。ちゃんと言わないと、次は手をやるぞ。あいつには、手を出さないでくれ、頼む。そうか。逃げろ。さ、つ、き。たけし、お前は、勘が鋭いが、少し考えが足りない。本当に、バカな男だ。あ、そういえば、たけし、さつきに片思いしてたんだっけ？でも、さつきには他に好きな人がいるんだよな。それを知りながらお前、あいつの応援するのは辛かっただろう。まあ、でももう、何も考えなくて済むからさ。心配するなよ。お幸せに。化粧水です。最近よく実況動画を投稿しているのですが、みんないつもコメントありがとう。すごく嬉しいよ。今回の作品は、前にもやった、サイコパス先生の続きになります。
いかがでしたでしょうか。この動画が、怖い、驚いた、面白い、汗水だらったら、と思ったら、チャンネル登録お願いします。では、また次回お会いしましょう。またね。